ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は、ここ最近話題になっているマイネオによる通信の最適化についてご紹介したいと思います。そもそも通信の最適化というのはどういうものかというと、通信が混雑している時間帯に通信会社の方でユーザーがやり取りしているデータを勝手に圧縮してしまうことです。具体的には、この通信の最適化が行われている時間帯にどこかのウェブサイトを見た際に、本来は綺麗な画像が荒くなって見えたりします。また、通信時のデータ量を通信会社の方が勝手に操作してしまいますので、過去にはオンラインゲームが誤操作してしまうという問題も起きていました。今画面に表示するのが、マイネオの1日を通しての通信速度のグラフですが、通信が混雑する時間帯、昼休みの12時台、そして帰宅後の夕方以降、これらの時間帯に実際に通信の最適化が行われている可能性が高いです。では、そもそも本当にマイネオは通信の最適化をしているのかどうかということなんですが、一部ユーザーが検証した結果、そして実際にマイネオに問い合わせた結果からすると、現在マイネオの方で通信の最適化をしているというのは本当のようです。そもそも通信会社というと、マイネオ以外にもドコモや AU といった大手のキャリアもありますし、マイネオと同じような MVNO の中には IIJ など複数のメーカーがあります。この通信の最適化をやっているのはマイネオだけなのかということなんですが、実際はマイネオだけではなくて、マイネオのサービスを利用しているフィーモ、それからビッグローブモバイルや楽天モバイル、そしてニューロモバイルも通信の最適化をやっていることが確認できています。ここでポイントなのが、これらの通信の最適化を行っているところの中でも、ビッグローブモバイルやニューロモバイルについては、ユーザー側が設定を変更したり、会社に連絡することによって、この通信の最適化を解除することができるようになっています。一方の今問題になっているマイネオやマイネオのサービスを利用しているフィーモ、そして楽天モバイルについては、通信の最適化を解除することができなくなっています。なお、この通信の最適化は契約内容に含まれていますので、いいも悪いもないんですが、もし通信会社側に勝手に自分の通信データをいじられたくないというのであれば、通信の最適化をやっていない IIJ など他の通信会社に乗り換える方がいいかもしれません。今回ご紹介したマイネオの通信最適化についてまた何か進展がありましたら別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。